やっはろー、どうもこんばんは、アニメリアクション君ことマジアドギリハマーです。現在2024年1月7日日曜日の23時49分ですね。今日はもうギリギリですけども、響きユーフォニアム久石奏の誕生日ですね。先ほど生配信お付き合いいただいた皆様どうもありがとうございました。はい、でさっき生配信でこの後ぶっちぎり撮ります。ぶっちぎり1週間後でした。で、モフモフなぜなでもなぜかまだですねってことなんで、ちょっとドッグシグナル11話、録画した分で見ていきたいと思います。日付変わると思うんで、もう変わりますんで、もうすでにこっちここちょっと変えてますけどね。はい、じゃあ行きましょう。まずは軽く自己紹介。はい、僕の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、そして深田恭子さんと CM 業務まで果たしております。でアニメリアクターとしては多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録の伸びなさ、これによってずっとメンタルこのままですけども、なんと一日も休むことなく、今一応インフルエンザです。コロナなろうがインフルなろうが一日も休まずリアクション動画投稿し続けてますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告あります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。並んだ影追いかけて走ってた。いつまでもそばにいるよ。ご覧の通り、どこがインフルやねんちょぐらい、もう健康そのもの。もう熱も今平熱です。さあ、そして今回多分泣けると思うんですよね。もう前回のね、浅沼さんのね、花ちゃんと、それから娘の麦ちゃんと、豆ちゃんね、双子のの話でしたけども、もうね、浅沼さん見ててつらかった。多分今回その浅沼さんが救われる回になると思うんでね。ただ君が好きだ、とても好きだ、会えば会うほどね。なんか豆ちゃんと夢ちゃんがね、かわいそうやったのね。無邪気にこう絵本取り合っててね、のすけクリニック でうるさいって言ってね、でそれに対してもう完全に怯えてた花ちゃん見てて辛いしね。うるさいのはあんただって言うと、言い方もね、庭のね。さあ今回はしつけない、しつけ、あ、しつけをしないか。 BGM いかに悲しいな。そう、犬のことに時間を割いてやることはできないかって言ったもんね。どういうことやねこれは。まあその通りやな。そうそうね。ああ、なるほどね。なんかあったんかな。あ、オルソン先輩。ああ、そう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 ですよ。そう、オルソン先輩もなんか元気ないのね。ワンツー、ワンツー、あ、ションベン。
信を奪ってしまった。ワンツーワンツー言うてる。あれ？8枚あら、怒ってまうんかな、ほんで、ああ。あら。あら、あらら。相変わらずぶっけばやな、お前。
ち。血尿か。あのすけや。膀胱炎。これがさっき言った意味か。はあ、そうか。それが10話のアバンか。アバンちゅうか冒頭。頭下げた。いやー、ちょっとジーンときたわ。いや、いるいるいる。ああ、うまくいったのね。そうか、そうか、30、そこら中でやってたもんな。あら、嬉しそう。
いらんことすんなって怒るんちゃう、これ。はあ。リツカのエレジェイか。あら、あら、尻尾振ってる。あら。あ、右腕の傷が。庭が泣くとはちょっとやばいな、これ。庭がないとあかんやろ。やっぱあの今回泣ける話はまだけど、うんこか。え、元カノ、元カノもしかして、え、なんか、え、ゆうかゆうこや。元カノ、おぶつ、あ、公職戦か。おぶつおぶつ言うた。マジか。できん。マジか。100万円、100万円。30ね。そんな理由で怒るんちゃう、これ。
三週。ほう。そういうことかい。ああ、なるほど。カメムシやん。よう持つな。あれの時あったな、去勢の時に3話あったかな。強情やの、強情やの優子。ああ、わかった。まさか元カノ出てくると思わんかったな。兵庫県。伊勢マリアさんやったんこれ。矢作さゆりさんね。伊勢マリアさんやったのかいこれ。えらいところで。伊勢マリアさんはあれで覚えたな、あの役ネバの霊ね。確かあれそうやったな、ナマズだ。弁当の。なんだっけ、弁当のヒロイン。千人の千って言うの入ってたな。なんだっけ、ちょ調べよう。弁当ヒロイン。やりずいせんや。さあ次回は、ミユのパートナー。はい、っしゃい。はい、ということで、まあ今回ちょっと累戦行くやろなと思ったけど、ちょっと全然違った方向やったわ。浅沼さんがね、なんかこう報われて救われて、こう花ちゃんとね、麦ちゃんと豆ちゃんとこうなんかこう仲良くなるシーンとかが出てきたら、これ累戦行かれると思ったけど、全然違う方向やったね。
その前回の、アバン、アバン冒頭かな、であのウルソンにね、よくできたお利口だって言って褒めてた、なんやろうなと思ったけども、まさかウルソンが排尿のことでね、そんなこ過去があったとはってことで、その犬、まあ、生理現象に関してしつけるトレーニングするっていうのは危険であると、それ自体をやめてしまった時がもう大変危険であるということを、その浅沼さんに伝えるために、その自分の過去を明かしたと、ウルソンとの、なんつった、藤原愛犬訓練所かに入って3ヶ月後とか、なんかそうなんじゃな、どちらかわざけど、でそこで、子犬やったウルソンが来たと生後3ヶ月したか、ちょっと忘れたな。でまあお手やろうが何やろうが一発でクリアしてきて、排尿も一発でクリアできたけれども、体がでかくなるにつれて、そのマット、ペットシートから、まあ、尿がはみ出るようになったと。でなんぼやってもあかんということで、何前足が入った時点でトイレに入ったというふうに覚えてしまってはみ出るんやっていうことで、でまあ、それで枚数増やそうか関係なかった、で毎回匂うし、洗濯も大変やしということでイライラしてしまったと。でそのイライラを見せてしまったことで膀胱炎にしてしまったということで、ね、これはなかなかきっつい学校やね。まあのすけクリニックで、いやーのすけクリニックちゃうわ、なんたら里、クリニックって書いてあるかな、だからまだあの研修医かな、のすけくんは。でまあ自分のせいで膀胱炎になってしまったと。あの藤原さんめっちゃええ先生やけどね、そのいろいろ一発でクリアしてきたんやから一個ぐらい許容したってもええんじゃないかみたいなね、すごいいい励ましの言葉だったと思うけどでまあそこから、なんつったかな、まあしつけをせえへんことで治ったって言ったっけ、それがしつけをしないということだったのね今回。しつけをせずに、まあ要は自然にできるようにっていう意味合いでええんかな、ちょっと解釈ちょっと間違ってるかもしれんけど、まあそれで浅沼さんに、まさか頭下げると思わなかったね、頭下げてね、まあなんとかね、安全に健康に美味しく食べるようにしてあげてくださいということで、まあ浅沼さんは散らかることをさえ解決できればいいから、デカめの、マットを敷いて、まあ自然に食べさせるみたいな感じで解決できたっていう、ちょっとここちょっとはしょった痛かったけどね。まあ、ほんで、まあ、風呂入ってたら、外からどんちゃん騒ぎが来てきて、まあ、リツカさん、あのピザ持ってきたリツカさんよかったね。いやー、ちょっと調子乗って2枚目半額やから頼んだら、LL が来てもうてんとか言ってね、いらんなら持って帰るわ、あ、いるあそこめっちゃおもろかった。まあ、ほんで、まあ、ウルソン先輩を、まあ、どんちゃん騒ぎで褒めたところ、ウルソンがすごい喜んだっていうことで、庭が泣いたシーン、まあ、やばかったね。庭が泣いた。うん、ウルソンが、何、排尿して喜ぶ姿が見れるとは思わなかったっつって、ありがとうと、あれ、みゆにありがとうみたいなね。まあ、それからちょっと、ね、リツカの証言で、ちょいちょい声が聞こえてくれてのもおもろかったけど、まあ、そっからまさかの今度、香水全開の優子ね、優子来るとは思わなかったな。優香と間違ってすいませんでした。優子やったね。まあ、ほんで、まあ、優子は、三十を捨てた理由がでかいからっていうね、ただそんな理由で10万で買うたものでかかったから、で今度100万でティアラ買うた、どっからこの銭出てんのこれ、金もなんかな。でまず香水つけすぎやっていうことを注意した。三臭っていうのが犬は好きやと、まあ汗に含まれる酸で、柑橘とか、まあまあそういうタバコだ、酒だとか、まあそういった匂いがあかん。でカメムシ持ってきて、これをずっと全身に塗られてる気分はどうだって言うたかというけど、喧嘩したくないからっていう、まあ気合で我慢しろったね。あれやね、だから3話やったと思うけど、虚勢の時に言うた、お前は目の前に全裸の女性がいて何も興奮せずに、いられるのかっていう教え方と一緒やね、これ確か3話やったと思うけど、うん、で優子が、言うには、何、1個目が香水やったろ、2個目が何つったっけな、ハイヒールか、ハイヒールやね。で最後がバッグに入れても、っていうのがもう一番あかんということだったけど、えらい気になるところだったなこれ。うん、ちょっとこの優子が果たして改心するのかね、
ただただ多分もう庭のことムカついとるやろうから改心やね、うん、改心してちゃんとミユの言うことを聞くのかどうかやね。これで次回ミユのパートナーってのはサンジを見せつけるのかな。見ろサンジはこないなったんやだと、うん、そういうことなんかな、分からへんけど。はい、ということでですね、ドッグシグナルの11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。ここから1分ちょいで自己紹介するんで興味ない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約3年11ヶ月にわたって仕事が本気でございません。貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。でそんな自分の本業も知ってぜひとも応援をしていただきたいということで、説明文に URL 載っけてますんで、ぜひ本業のチャンネル登録応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます。ぜひ見てみてください。アニメのリアクション、それとはもろもろスタートして、今日で1383日目、長い。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしました。ただしコロナで一気に仕事がなくなってから、いつの間にやらアニメのリアクションスタートしてからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクションの動画は自ら出て削除させられるという地獄を味わってます。まあなんとか乗り越えたものの、未だにずっと地獄で、再生数チャンネル登録全く伸びず、もうずっとメンタルこのから毎日やめたいやめたい言いながらも、やればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休むことなく、コロナにかかろうがインフルにかかろうが、リアクション動画投稿し続けてるんで、ぜひとも応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジアドゲニハマーでした。最後までご視聴しましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。